およそ530人が通う高知市の昭和小学校では、密を避けるため各教室と放送室をオンラインでつなぎ終業式が行われました。明日から42日間という長い夏休みが始まります。感染予防をしながら長い休みにしかできないことにチャレンジしてほしいと思います。今年4月に入学したばかりの1年生には、はい、1学期よく頑張りました。2学期も頑張ってね。初めての通知表が手渡され、受け取った子どもたちはじっくりと眺めていました。明日から始まる夏休みを前に、子どもたちが楽しみにしていることとは。お父さんと一緒に遊ぶこと、お父さんにブランコとか鉄棒を見せたいところとか、一緒に公園行こうねって一緒に言っちゃった。金魚の卵が生まれること。何する？生まれたら絵日記に書く。2学期は9月1日に始まります。今インタビューで絵日記とありましたが、はい、実はタブレットを使った宿題だそうで、そうなんですね、カメラで写真を撮って絵日記を書くという宿題があるそうです。最新ですね。はい、進みますね。